優勝。お、え、祝100回おめでとう。祝クリティカルヒット100回記念。今年スチーム版が発売されたドラゴンクエストビルダーズアレフガルドを復活せよと。危ねえな手が。おい、ゲーム内でビルドした料理をリアルでクッキング。うんめえ。絶品メニューに舌鼓。ゲームと料理が融合したスペシャル企画3回目は、ね、広くない。いや全く目張ってない。全然広くない。カノと酒井が上京して初めて一人暮らしした家を再現。懐かしいな。よみがえる当時の記憶。俺も行こうかなと思ったもん。え、マジっすか。満席で全然売れなかったらね、エモくなっちゃいました。苦い下積み時代の話から。えー、野口さん、所さんの家に連れてってもらって。すっげー。もう夢のような。夢の階段を駆け上がるプレミアムな思い出まで。今回最後なんですけれども、やっぱ100回記念ということでお祝いということでこちらをご用意しました。いやー、何これ。ラストの食材はこちら、カノの故郷宮城県が誇る最高級の仙台牛サーロイン。うわー嬉しい。これを旧シェフは、はい、あの変なことしないでくださいよ。それはそのままの方がいい。はい、それはそのままの方がいいよ。キベシェフがヘンテコアレンジしないことを祈りつつ、ゲーム開始。敵もいないし好きなものを作れるってこと。わあ、そういうことです。今回は自由に建築などができるフリービルドでプレイ。カノさん、はい、竜王 L っていうのを広い場所に置いてみてください。これ？はい。ほうほうほう。ちょっと待ってね。はい。うわ！うわ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 ！なんかでけえ！でけえ！でけえ！すげえ！絶対勝てないじゃん。そう、次に魔法の絨毯っていうアイテムを選んでみてください。お！うわすげえ！いや。おお、すごい。あ、スムーズに行くわ。こういうとこも行けるの。あ、行けちゃいます。一段だったらいけんのか。はい、段差も。魔法の絨毯は移動はもちろん空から俯瞰でいろいろと眺めることができる便利なアイテム。はいはいはい、これでいろいろと高いところも作れるんだ。作れるみたいです。なんだこれ。上空から何かを発見したカノ。何これ、何この小屋は。うわ、なんだこの何これ、殺風景な謎の空間。それは実はですね、これ私が初めて上京して住んだ東京の家を再現しております。え、でも待って、初めて住んだ家には広くない？確かに。いや、これあのビルダーズ上はあれですけど 1K です。え、これ 1K なんだ。板橋。あ、お風呂。これお風呂とトイレ、はい、ユニットバス。ユニットバスです。はい。キッチンと6畳みたいな。え、ベッドじゃなくて布団でした。はい、もちろん布団です。布団。もう狭いんでね、限られてる。で、そこがあのシンセサイザーを。え？何それ？学生時代にバイトして貯めて買った。へえ。で、アクセスっていう好きなユニットの打ち込みをずっとしてました。へえ。友達がいなかったんで。で、そこは今テレビとか。あ、スチールラックって昔ありましたよね。スチールラックね。何？金色のほら。ああ、何段にもなってるやつ。はい。あった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 。かっこよかったっすよね、あれ。何かあったらすぐ群馬撤退できるように、もう板橋のギリギリ、もう東京のギリギリ、川のそばの、はい、に住んで、3万9000の家で。安っ！ここから始まりました、私の。すごい。はい。そんな6畳 1K で始まった木部の物語。去年、埼玉スーパーアリーナで謎の新セデビュー。では、カノと酒井にはどんな状況物語が？ということですね、今回はですね、カノさん、酒井さんそれぞれ初めて一人暮らしした間取りをですね、ぜひこちらでビルドしていただくというのがミッションになっております。なるほどね。はい、まずは酒井。上京して初めての部屋とは？木造でしょ。いや、木造じゃないっすよ。え、クソじゃないっすよ。
うわどんなあったかな、なかった。でもちなみに場所は、場所は大久保、大久保と坂上の間ぐらいです。え、何歳ぐらいの時？まあ言うて僕川崎だったんで。あ、そうか。25だと思うんですよ。あの下積み時代、よくライブとか一緒になってたじゃん。はいはいはい。あの時は実家から通ってたの？狩野さんとこと一緒になった時はもうこっち出てました。あ、もう出てたね。はい。新宿の俺らがやってたライブ、お笑いライブの新宿風とかから歩いて帰れんだよね。そう、僕だからずっとチャリで行ってましたもん。あんな余裕で電車代払うのもうしんどくなってくるね。バカバカしいっす。で、あと新宿でライブ終わって先輩におごってやるぞって言われて、ありがとうございますって言って行くけど終電以降も飲みにつき、うわあされて、はいはいはい、結局満喫代とかで、うわ、なんだよ2000払うのかみたいなありましたね。あったね。なんで大久保だったの？やっぱ新宿近いか。安かったんですよ、うん、近いっていうのは。あとね、そこ礼金がなかったんですよ確か。あ、はい、だからそこに決めちゃったんですよね。でもすごいです、もう韓国の人とホストの人しか住んでなかったです。ベッドをね、広くない？いや、待って、見え張ってない？広くないっすよ、全然広くない。内装部分のビルドへ。そして話題は狩野との出会い。でも俺、あ、狩野さんと会った頃もう狩野さんちょっと売れてたもんな。俺売れてました？いや売れてはないけどバイトはしてたと思うよ。あ、マジっす。でもテレビとかにはちょこちょこ出てたかもしれないけど。一番きつくないですか、スケジュールとか。そうバイト入れねえしみたいな。そうネタ見せめっちゃ入るし。そうでネタ作んなきゃいけないし。きつかったな。きつかった。きつかったっすね。戻りたくねえ。マジで戻りたくないっすね。誰と仲良かったの？でも事務所のソニーの人が。え、ソニーだったの？もと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 僕らソニーっすよ。あ、太田プロじゃないんだ最初は。はいはい。しかもまだ全然スーパースターいないソニーっすからね。うん、だからでもなんかソニーがお笑い事務所を作るってなって話題にはなってたよね。あ、はいはいはい。そのだから一期生みたいなことですね僕らは。とにかくみんなよソニー行ってたわあの時俺も行こうかなと思ったもん。え、マジっすか？うん、だって魔石で全然売れなかったらね。はぁ、え、そう考えたらアルコ&ピースって世に出た売れたきっかけって何なのなお笑いポポロみたいなこと聞くじゃないですかいや、お笑いポポロの記者じゃないからいや、もうザ漫才っす、やっぱザ漫才か。狩野記者の直撃が済んだところで、よし、できた。おい酒井、初めての一人暮らしの部屋が完成。もう扉開けて、もう左手キッチン、ワンルームキッチン、ワンルームキッチンで、もう扉も何もなく、こっちベッドがあって、寝ながらこっちのテレビを見たりとか。あ、それこそ銀のラックにテレビ置いてましたね。漫画は？漫画はね、置いてないです。ゲーム機とか置いてありましたけど。プレツ？プレツ、まだプレツ、古いやつばっかりやってたわ。で、お風呂、あれは？ユニットバスか。ユニットバスで、扉がその当時の彼女がね、怒って蹴って壊しちゃったんですよ本当にバッキバキになってたんですよ、ずっと最後出るまで。で、出る時にもう敷金から引かれて。はい、引かれて、しっかり引かれて。それも思い出ですね。なるほど。はい、これが僕の。続いて、狩野が挑戦。上京して初めての部屋とは？場所どの辺だったんですか？あのですね、ほう、うちの場所が祖師ヶ谷大倉。すごい。はい、当時俺学生だったから、はい、家賃は親に払ってもらえそう、だからそういうところにまだ自分でお金払ってないのよ。だから仕送りで住めた感じ。家賃いくらぐらいだったんですか？83,000。すげえ高いです。高いです。なんで祖師ヶ谷大倉だったんですか？あのね、
東京に上京するとき、はい、どうしても祖師ヶ谷大蔵に住みたかったんですよ。なんでかっていうと俺トンネルズの大ファンで、ノリさんの実家キヤヒサイクルがあるの、はいはいはい、でそこに住みたかったの夢で。すげえ。そのことってノリさんに伝える機会あったんですか？あった。うわすごい。 そっから数年後、はい、その芸人になって、ココリコ遠藤さんから電話かかってきたの。はい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 。なんだと思って電話出たら、どうもトンネルズのちっちゃい方ですけど。ノリさん今から祖師ヶ谷大蔵は来れる来れないどっち？行きますみたいな。すごい。で行ったら、今から曲作ってみたいな、お無茶振りされて、お作って、はい、その曲持って、ちょっと支援どこ行こうかしたら、木梨バンドみたいなとこ行って、はいはいはい、で速攻すぐアレンジャーさんがアレンジして、はい、作ってる間ちょっと遊び行こうかつって世田谷ベース所さんの家に連れてってもらって、で所さんに、あじゃあこれあるよって自転車1台もらって、もう夢のような。はでその曲で意外といいのできたねつって FNS 歌謡祭出て、それでか。なるほどね。じゃあ祖師ヶ谷大蔵住んどいてよかったみたいな。うわすごい夢かなったよな。ちょっと肉いらないかもしれないですね。ちゃんとエモくてボリュームあるトークが。1K だと思う。ほんほんほん。だから玄関でこう仕切られてるのね。あなるほどなるほど。で、こっちお風呂だね。あ風呂トイレ別っすか？別。うわすごいっすね。いやすごいっすよね。いやもう完全に俺はあのあれだけどね、お父さんお母さんの。いやでもなんかよく昔の映像とか出るラママでしたっけ、あの登場してすぐ、はい、あれって何年目ですか？あれ学生の時ではない？いや学生の時じゃないよ、プロになって。プロになって。あそうなんですね。まだでも全然喋れてないよ。あのそこでも同じとこ住まれてたんですか？その時はもう学生を卒業してるから、はい、今よりクオリティが下がる。なるほど。上京した時の方がまだ仕送りもらってたから。仕送りじゃ止まっちゃったんですよ。止まって学生卒業して止まるの。そっからがきつかったの。それは次どこなんですか？そっちが東中野。あなるほど。そっから始まるわけですね。そっからちゃんと自分のお金でというか。あじゃあ住んでたとこからちょっとダウングレードじゃないけど。ダウンダウン。そうなんですね。えその時はバイト何してたんですか？いろいろやってたけど最終的にはコンビニ日焼き東中野のサンクス。そのサンクス お酒置いてない、タバコ置いてない、 ATM ない、もう終電なくなったら誰も来ない。もうレジでめっちゃいい。レジでネタ書き放題。めっちゃいいな。いやなんかめっちゃいいですね。そうっすよね。バカできた。おお。カノ初めての一人暮らしの部屋が完成。 1K でトイレ風呂トイレ別、はい、でこうキッチン、はい、コンロ2個ぐらいあったな。すげー。でこう入ってテーブルでこう真ん辺クローゼットあったけど、でソファー、ベッドだったね。でここテレビ、はい、テレビデオ。テレビデオか。テレビデオ置いてで、もうゆったり暮らしましたね。これはすごいっすね。懐かしいな。ノスタルジーに浸りつつ本日のミッション達成。いよいよ最後の料理へ。お待たせしました。ミッションクリアしましたよ。はい。キベシェフが運んできたのは、はい、何？お寿司。はい、こちら肉寿司ならぬふるさと仙台牛のステーキ寿司です。うわおーかー食べよう。まだこれ完成します。まだ、はい、ちょっと待って、はい、これは誰が握ったの？もちろん私が。私か。シャリ？シャリ、はい。マジで？私とか私とか。学生時代寿司店に下宿していた木部が握ったこちらステーキ寿司。最後の仕上げ。いきます。炙るんですか？はい、炙ります。
すげえ。もうでもこれ生でもこのまま いけるそうです。はい、さらに。あ、まだです。まだ。何それ。ソースです。それいる？塩とかの方がいいような気がする。それ何のソース？塩は大丈夫です。任せてください。いきます。いやうまそう。完成です。キベシェフによるアレンジ料理、最後はカノの故郷仙台牛を使った炙りステーキ寿司。これこのままもう。はい、大丈夫です。何もつけずにいっちゃっていいですか、はい、めちゃくちゃレアっすよ。めちゃくちゃうまそう。いただきます。最高。炙って正解ですね。やっぱこの香ばしさがやっぱこの多分仙台牛 A5 ランク、はい、油強いからちょっと炙ることによって香ばしさがこのしつこさを消してくれる。うん、あ、うまい。うまい。しつこくない全然。さあ、うん、というわけで3回にわたってお届けしてきました、はい、いかがだったでしょうか。いや、最初に住んだ家とか作ってたらさ、もう遊び方が無限ですよね。みんなの最初に住んだ部屋があるわけですもん、ね、見てみたいみんな。みんなやりますこの後は。すげえいいっすよ意外と。これがまた進化していいんですね。またこれでずっと遊べちゃう、はい、私も板橋の家、はい、あそこから始まってまさか肉寿司炙ってると思わなかったですね。どうすね。帰らなくてよかったですね。すごい未来が待ってたなと。本当に、はい、続けてよかったみんな、はい、なんかちょっとグッときますね。すごい、こんな本当ね、エモくなっちゃいました。そんなエモい気持ちをかみしめながら最後のまとめ。このビルダーズ、お金がない頃、仕事がない頃、コツコツ楽しませていただきました、うん、勇気をいただきました、感動をいただきました。そして今こうやってやれてることが、うん、当時振り返るとこのビルダーズやってた頃の自分、そして伝説へ。いやでございます。上手。いやなんか帰ってきた感じがしますね。スターを目指してね。あ、なるほどね。あ、いいですね。あ、そういうことか。当時は泣いてましたけど。はい、という形で今回100回ということで、はい、はい、今回そうだね、150回、200回と行きましょう。行きましょう、行きましょう。どんどん料理の腕も上げておきます。いや、もうやってるのこれ。またやるのこれ。チャンネル登録、高評価、コメントどしどしお待ちしております。過去の動画はクリティカのヒットの再生リストをチェックしてみてね。クリティカのヒットの再生リストをチェックしてみてね。大切なことなんだ。2回言わないと。2回言わないと。2回言わないとだ。